いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ホッケーのね、アルティメイトコレクションですね。はい、こちらインナーのケースです。お支払いね、確認できましたんで、インナー8箱かなですね。8箱ですね。はい、で1箱ずつ、ちょっと待って、よいしょ、ガッと出しちゃいます。ここだね、これですね、これでいいかな。はい、じゃあね、一つ一つ開けていきます。はい、お、はい、お願いします。結構キチキチだな。マチがないので、マチっていうかね、あのパックのマチがない。はい、まずベースですね。はい、あ、サインいきなり来ちゃうんだルーキーオートですね。はい、ザディーナさん、レッドウィングス。はい、ジェイク・ビーンさん、ハリケーンズ。ルーキーのパッチアウトですね。2-99。お、2枚出んだ、オート。あ、分厚。これ分厚いですね。はい。これジャージね。レギュラー1。ジャージ1。うん。うん、交互に行きましょうか。レギュラー1、ジャージ1、サインが1、2枚なのかな、多分。はい、うん、ベテランはみんな149なのかな。お、これ何、これ黒ペンだ。へえ、これもルーキーオートですね。黒パラになってるよ。あ、シリアルないの。あ、で、その下パッチオートだ。ダンテ・ファブロさん。パッチオートです。これ49-40。あ、すごいね。こんな出んの？これは黒が普通なの。うん。シリアルないですね。アセテートになってます。で、これパッチオートですね。パッチオート2連続。で、ジャージ、よいしょ。こっちか。お、グレンツキー、ゴシリ。あ、これ黒だよね。あれ、うん、シリアルないよね、これね。グレンツキー、5シリやばいんじゃないですか。2-5。おお、オイラス。はい、それとルーキーノート299ですね。あ、これベテランオートですね。レギュラーにサイン書いてます、オレイリー。シリアルはないんですね、ブルースだ。うん。で、ジャージは1枚は入ってるような感じなんですかね、ルーキージャージ。カナックスじゃないや。どこだ、コヨーテス、カロライナだ。
はい、ここで4つ目。グレンツキーのご尻はいいですね。お、ルーキーのベースもあるんだ。299。はい。ニーガードさん。うん。お、ちょっとインサートっぽい。キングスのウィングの選手ですね。あ、ここにシリアルある。22-99。オンカードでいいですね。おお、誰だ。はい、シールド来ました。リボーハジェックさん。はい、どうなんだ。シールド。うん、すごいね。はい、サンディンさんね。ラスマス・サンディン。マッツ・サンディンかと思った。これすごいね。NHL シールド来ましたよ。はい、ディフェンダーの選手なんだ。はい。で、後半ですね。あ、黒だ。あ、今度10シリ。あれ、レジェンドとベテラン違うのかな。黒ですね。で、10シリ。はい、299のルーキーオート、ギグナックさん。おお、これもかっこいいな。これはルーキーじゃないのかな。うん、プロスレッツ、トム・ウィルソン、4-49で、ジャージですね。ちょっと待って。はい。よいしょ。こうですね。149、カーター・ハートだ。はい、ウルティメットルーキー225ですね。うん、ゴールデンナイツか。お、かっこいい。ニック・スズキ。近辺オート、かっこいいですね。あ、マスターピースだ。ああ、これにあるんだ、鈴木くん。はい、ジャージですね。で、7箱目。225の、シャークスのルーキーですね。シャークスか。あ、横型。誰だ。あ、ブラッドさんか。ブルインズだっけ。ね。これはシリアルがない。ベテランのオートなのかな。シリアルないですね。あ、これ珍しいの。マット・マレーだ。これもシリアルがないけど写真がいいですね。はい、で、ラスト。お、ルーキーだ。299ですね。はい、ノア・ドブソン。299。うん、これ2枚目ですね。99シリです。ニキータ・グセフさん。デビルズですね。ルーキーなんですね、これもね。はい、それと、ジャージ。で、フィニッシュですね。はい、シールドのオートが出ました。101ですね。
まあ、これがね結構やっぱり、はい、皆さん狙って、ね、アルティメも結構シールドがあるのでいいですね。これはマグホに入れてお送りしますので、はい、ここにね、なってますね。いいですね、なんかね、うん、はい、NHL のシールドルーキー用とパッチが来ました。サインもいいですね、うん、はい、ありがとうございました。